はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、今回また、新シリーズね。うん。上等のポケモンを方園で戦わせてみた、やっていきたいと思います。はい。上等のポケモンではちょっと分からしてやることはできないと思うので、うん。まあ、戦わせてみたという題名にね、させていただきました。まあ、とりあえず、こいつ戦って、今回のポケモンは、このシリーズは図鑑順じゃなくても、俺の好きなポケモンをどんどんやっていこうかなと。上等ポケモンね、リクエストあったらいただければなとか思います。はい。はい、ヨーギラスね。今回も色違いで行かせていただきます。ヨーギラスね、好きなんですよね。ヨーギラスはね、サナギラス以外は好きですね。サナギラスはちょっと好みではない。バンギラスね。バンギラスは、上等のポケモンで一番好きかな、多分。かっこいいからね、シンプルに。まあ、そんなね、ヨーギラスくんと一緒に旅をしていきたいと思いますよ。ちょっとあれだね。また経験値が多めに入っちゃうんで、あんまり戦わないでいきたいかな。あーと思ったらですね。まあ。まあ、言うこと聞かなくても、序盤はなんとか、いや、序盤なんとかならねえな。岩地面か。岩地面だし、マウシか、また、陶器さんに勝てないんじゃないこれ。確か、ここも今一つやん。最悪だわ、なんか。しかも、睨みつける意味ねえし。悪タイプまだ、あれよね。特攻だよね。そっか。これひどいぞ、結構。8で砂嵐の後、15で嫌な音なんだけど。結構やばくないこれ。そっか。3つ目のジム。いやー、でもなー、30レベルで言うこと聞かないってきついな。これ結構やばいかもしれないですね。22で岩なだれ覚えたところで格闘タイプに今一つだもんね。いや、これは陶器飛ばすか。4つ目のジムって誰だっけ？いや、忘れた。近接の後だから、いやー、わかんないな。アスナか。アスナって先に行けんのかな？どうだったっけな。なんか室ターンは飛ばせたような気するんだけど、これ冷静に結構無理だな。ヨーギラスやんなきゃよかった。なるほどね。まあどうなるか分かりませんが、頑張っていきましょう。いやでもこれ普通に冷静に無理だよね。悪あがきで戦った方がいいまであるけど。これサナギラスになるとサナギラスも岩地面だっけ。悪になんないよね。悪になるんだとしたらもう積んでるまであるけど、サナギラスさんは岩地面ね。オッケー。岩地面タイプなのにさ、岩石封じバンギラスになるまで覚えないんですよ。覚えさせられないんですよね。バンギラスになるまではなかなか不遇な時代が続きそうだけど。ヨーギラスな、可愛いよな、あの下の目のね、なんか中二病っぽい跡が。まあしかも言うこと聞かなくなってか、いやーちょっとミスったな、最初にやるポケモン多分。ちょっともうちょっと楽したかったな。まあ飛ばせるようだったら室飛ばして、室ジムってだってフラッシュだもんね。別になくてもいいもんね、あれ。飛ばしていこう。飛ばしてアスナまで行くと。可能ならね。まあじゃあとりあえず、いやもう、ここあれだもんな。この後、あっち、いやー、何ですか。当選簿してくる。ジムに入れと。お父ちゃんに会えということですね。まあとりあえず一番最初の、いやー、もう、盛り抜けたところを、いっか、もうジム行こうかな。ジムに行きたいと思います。
はい。はい、ということで、金積みジムね。まあ、ちょっとレベル上げよっか。いや、でも俺、この道中結構考えたんだけど、どう考えても勝てないな。ああ、どう考えても勝てない。いや、でもビルドアップされたら勝てないもんね。トウキさんね。まあ、砂嵐をしてね、耐えしのぐっていう俺の作戦が一応あるんですけど。あ、でもあれか。砂嵐して、噛みつくでひるませ続ければいいのか。おお、すごいよ、なんか。なんかさ、最初の方のさ、イグザーグマも異常にひるんでなかった。なんかあんまり気にしてなかったけど。これなんかレベル上げない方がいいな。やばいな。ちょっとぐらい上げようかって言ったけど、あ、3体もいる、そんで。余計なことしたな。これ普通に勝てたな。まあ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 、なんかルビスタファはイメージ、初代より言うこと聞くんでね。2代目と。まあ多分変わってないんでしょうけど、別に。外れた。まあ最初に噛みつくっていうのがいいのか悪いのか、微妙なところですよね、実際。まあいいのかな。特攻低いわけじゃないのかな。あ、またひるんだ。能力値そういえば見てなかったね。性格も見てない。特性も知らねえや。そういえば。ちゃんと見とくか。はい、10レベルね。オッケー。まず一回ポケ戦だな。はい。はい、じゃあポケ戦行き。あいつはもういいか。うん。サトシを気取った帽子の付け方してるしな。図鑑見とくか。はい、ということで、人影と同様図鑑見れなかったですね。全国図鑑って手に入るまで見れないんだな。あ、で、性格はね、意地っ張りでしたね。攻撃上がって特攻下がるか。まあ、いいのか悪いのか微妙だな。とりあえず今、見つくしかないから微妙なんじゃねえかっていう話もあるけど。種族値は、ヨーギラスは、HP50。攻撃64。めっちゃ受けるんだけど。え？こんな受ける？岩地面タイプだよね。あれ、岩地面って渋市じゃないんだ。渋市であのダメじゃないよ。素早さも落ちちゃったから、せっかくのひるみがなくなったな。まあいいや。で、攻撃64、防御50、特攻45、特防50。スパイサー41と。なるほどね。意外とさ、俺思ってたよりバンギラスの特攻が高くてびっくりしたな。90何あったのに。いや、そう、意外と特攻が高いから特殊技もふんだんに入れていこうと思っていたんですが、特攻が低い技ということで、あ、低い性格ということで、どうしようかしらという感じですね。急所2回も当たった。レベル上がんなよ。あー、よくない。最初のトレーナーいらなかった。反抗期の始まり。噛みつくしかやることないもんね。で、技が次ね、15で嫌な音いらねえんだよな、別に嫌な音とか。どんぐらい受けんのこれ。あ、8。まあまあ受けんな、ほんと。まあいっか。で、22で岩なだれですね。まあ、これが序盤のメインウェポンになると思うんだけど。言うことを聞かない。オレンの実。29で暴れる。まあ、そうね。で、あと、怖い顔噛み砕く地震破壊構成を覚えると。意味なーい。アニメーションが長くなるだけだー。あ、流れるんだ。両方効かねえもんだって。砂嵐いらな。技マシンがね、ほんと、あ、昼寝始めちゃったよ。何やってんだこいつ。はい、ということで、目を覚まして、回復して、うわぁ、急所に当たって、命令を無視すると、意味ないね。いやぁ、まあ飛ばすか。はい、ということで、ある程度相手にダメージをようやく与えましたね。いや、マジで、最初の石粒って俺なんで倒したんだろう、このジムのトレーナーの。あと、急所になんか2、3回当たったんだけど。あ、でも噛みつく。おい、倒せも。
なかなか苦戦してるな。ちょっといじっぱりの性格が良くないか。いやでもまあ別にそんな今だけか。今だけかもしれないけど、移り技覚えるの22レベだもんな。ちょっと序盤だいぶ不安だな、これ。はい、とかもっと与えると思った急所今じゃないのよ。バンギラスの色違いって何色なんだろう。黒かな。やりました。まあ本当のね、岩ポケモン使いがどちらなのかということをね、思い知らせてやりましたよ。ああ、よかった。なんでこれ岩石打ち覚えないんだろうな。いやー、まあそっか、まあ、岩投げれないか。かわいいもんな。ヨーギラス、まあまあ買いたいな。ポケモンの中だったら。いや、でも大きさちっちゃいイメージだけど、でかかったらどうしよう。では次、いきます。はい、ということで、ムロジムね。どう考えても勝てないんだけど。とりあえずやる？あ、でもここなんかあれだよね。エスパー格闘の、あ、そう、朝なんね、朝なん。朝なん。こいつならギリ勝てんじゃない？ヨガのポーズ。あと砂嵐がさ、砂嵐って8分の1くらいダメージ与えなかったっけ、金銀の時。だから全然与えなかったから、もうこれ勝てる未来見えてないんだよな。念力ね、あ、念力ならまあいいか。あ、なあ。いや、勝てる気がしない。どうしよう、これ。これやばいぞ、多分。終わってんな。結構一撃で倒せるレベルで強くなんないともう勝てない。でも我慢だし。やばいよな。あ、でも嫌な音覚えた後に、あれか、岩なだれあれば、なんとかやれるか。はい。いや、もうこれ勝てないわ。うん。はい。ということで、まあ、いっぱいやられて、レベル上げたんですけど、いや、勝てる未来全然見えないんだけど、どうしよう、これ。まあ、まか、あたかもね、続けてやってるように見せかけて、もうこれ2週間後とかなんだけど、一回諦めて違うポケモンをね、やってるんですよ。違うポケモンどころか、もう多分4、5体先にやってんな。あ、やべ。マイクに手が当たった。あ、我慢ね。いや、これ砂嵐で。あ、オッケー、ナイス。砂嵐長いからもうアニメーションは飛ばしますね。砂嵐で地道に倒すか。この嫌な音を覚えたけどさ、確か。睨みつける嫌な音あんのに物理技ないって、ね。これだからどうしようかね。22で岩なだれ覚えるけど、今一つだからな、結局。一応29で暴れる覚えるから、それを覚えればさすがに勝てると思うけど、まあ、それか奇跡的に相手が全然攻撃しないまま砂嵐で倒すか。先進んだ方がいいかな、やっぱ。でもさ、クソノキ博士のとこのアクア団にも勝てなかったんですよ。あ、そう、いっぱいやられてるシーン出しててわかるかもしれないんですけど。そうなのよね。あ、ナイス。とりあえずここには勝てた。この後勝てる気しないけどな。17ね。美里さんありがとう。ああ。ちなみにプレイ時間もう1時間半経っているんで、いつもだったら近接には行ってるな。まあ、しょうがないよね。結局陶器なんだよな。いや、とか一番最初に覚えてる技が噛みつくっていう、のがマイナスになるとは思わなかったな、あんまり。まあ、行きましょうか。ヨギラス。これ全然そういえば、錬金前にやったから、1ヶ月前だな、多分。はい。1ヶ月とか前にやってるわ。で、諦めちゃったやつ。でも、いや、ないわ。ないよ。ひるませるしかない、もう。あー、全然無理だわ。どうしよう、これ。マジ無理だ。
ほぼ積んでるな。レベル上げるしかないね。はい、ということで、もうあの陶器絶対無理なんで、童話がいても無理だ。岩流れ覚えたとこで無理なんで、もう進むしかないね、このまま。あー、結構しんどいですが、これだったらアスナの方が可能性感じるわ、なんなら。このまま行くならね。まあ、頑張りましょう、もうこれで。まあ、噛みつくしかやることないのよ。あ、いいね。いるんで動けなかった、そう。まあ、これが永遠に続けば勝てるけどね、あいつに。うわ、出た。一番意味わかんない命令虫。エメラルドだったらさ、物拾いで地震拾うんで、ワンチャンそれにかけるという手もあったけど。首サファでは拾わないっぽいですね、ちょっと調べたら。これ生剣ってこれで勝てねえんだよな。もういよいよレベルも全然上がんないから、これで突っ込んでいくしかないな。暴れるを覚えたら陶器行こうかな。その前に進められるとこはもうどんどん進んでいっちゃおう。命令聞くようになるまではちょっともうアニメーションは飛ばそうかな。やけどになっちゃったよ、直せないです。でも勝てないよこれじゃあ。オーレン、いや、身がもったいない、もはや。いやー、そう、命令無視してもさ、4分の3、攻撃技じゃないのもきついよな。あと5レベもあんのか、そんで。やけどもだりーし。負けてほしいわ、なんなら。はい。負けました。いやー、長い戦いになんなー。これ、いや、ちょっと俺一番最初に上等のポケモン。いや、ミスったな、ヨーギラス。ちゃんと技見ればよかったよねー。とか、ドンベルに砂嵐効かないのでは？効くの？効かないよね。より最悪じゃん。これ、やけどになるたび負けなんだけど。いや、もう負けすぎてお金も持ってないし。体当たりもする可能性あるんだ。ヨーギラスって特性なんだっけ？なんか使える特性だったらいいんだけど。わー、もう腹立つー。はい、起きて、あー、やっと命令聞いたわ。いや、俺結構今までさやってきてるけど、結構上位で言うこと聞かないんだけど、こいつ。いや、まあ偶然なんでしょうけど、で、ルビサワって言うこと聞きにくいのかな？言うこと聞かない確率って上がってってんのかな？うわぁ、子供にやられちまった。いや、俺はこいつに何回も負けてます。しんどいなぁ、普通に。でも、近接までは行きたいか。近接、いや、もうライバルまででいいかな。ライバルにも勝てないな、これ多分。ライバル何してるっけな、俺。大丈夫か？ナイス。言うこと聞けばいい。とか、砂嵐でもいい。ここなら。とりあえず、物理技欲しいよね。なんで岩石封じ覚えないの、こいつ。いや、わかんない。1ヶ月ぐらい前に何回も言ってる可能性あるけど。なんでなんだろう。はい。あ、そういえば特性見たら、根性だったな。攻撃力上がったところで攻撃技ないしな。わけわか。ね。早くバンギラスになってほしいな。まあでも逆に、ね、バンギラスまで行けば簡単だもんね。38レベルか、あと。そう考えたら意外と短いかも。でもこの言うこと聞かないラッシュが続くから良くないんだよな。ほら、いやでも経験値も多めにもらえている。大丈夫だ。やけど、今やけどになっても根性だから大丈夫って言おうとしたけど、知恵は攻撃技がないんだ。意味ない。なかなか長い戦いになるんだよな。やれ。おお、2連続で言うこと聞いた。珍しい。やりました。ようやくクスノキさんに、アイテムを渡すことができたね。
あれ、泥棒って覚えないのかな。泥棒を覚えさせたいな。あれよりはマシだよね。睨みつけるよりはマシだな。せめてね。せめてもう一個攻撃技欲しいよね。この下で確かもらえたよね。よし、そしたらこのまま飛ばして、次進んでいこっかな。これの次もうライバル戦だっけ？覚えてないな。はい、ということで110番道路ね。俺の誕生日ね。アピールしとかないと。今、あれなんですよ。今っていうか、職場でアルバイトとね、お誕生日プレゼント交換しててね。まあ、今年から始めて俺が最後なんで、俺にくれるかは謎なんですけど、みんなに種をまいているところです。そしてキノコ、え、まずくない？これ、大丈夫？勝てなくない？これ4倍だよね、だって。いや、待って。いや、攻撃力上がっても意味ない。吸い取るで無理じゃないの、これ。なんか、すごく言うこと聞くけど。かわせ。あ。え、なんか、全く勝てる気しない。しかも俺、ライバルのポケモンなん、いや、積んだよ、こんなのもう。積んだー、積んだ。あー、どうしよう。マジで無理だ、これ。どうしよっかなー。どうしたらいい？はい。ということで、22レベルになりましたと。もうすぐ3時間ですね、プレイ時間が。マジでやばいな。で、岩流れ覚えたからね。これは、はい、あー、そっちかー。嫌な音でもいいんだけどな。一撃で落ちないかな、キノココ。いや、だから状態異常になってもいいんだよね、もう根性があるから。いやー、お願いしたいな、結構。あ、オッケー！いいよ。嫌な音のアニメーション初めて見たな、ルビサワの。あんな紫なんだ。あ、まあいい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 。全然いい。先生の爪もあるし。いや、これで確実に岩なだれで一撃で落とせる。やってやろう。はい。いや、耐えないこれ。無理？あ、耐える。やれ。あー。なんか宿り木の種やってきてくんないかな。それ以外勝てる方法がないんですけどね。あー、終わったー。でもこれ繰り返すだけだな、要は。まあ、ここのライバルはいけんじゃねえかな。残りのポケモン知らんけどね。はい。よし、頑張っていこう。やっと冒険のスタートラインに立てた。いや、ただ、岩なだれを覚えたところで、よっしゃ！陶器には勝てないってとこですよね。いや、マジか。いや、これあれか。なんちゃらの実持たせた方がいいな。全開これ。全開しちゃう？展開しちゃう？あー、なるほどね。いや、でもこれどの道、あー、いや、そっか。いや、わかったわかったわかった。先生の爪、いや、でもまひった後に先生の爪でもいいからな。むずいとこですよね、これは。わかりました。よし、ということでクラボの実ね、持たせてみましたと。まひ直せばもう一回粉やってきてくれると思うんで。あー、ええへへ、いっちゃんないわ。いや、でもこれ粉、俺、御三家がわかんねえんだよな、敵の。え、でもこれ、キノココってことはさ、キモリはないんかな。言うこと聞かないから、やっぱ先生の爪の方がいいような気すんだよな。こんなにとか、あと一個しかないしな。お願い！あー、でも先生、あ、先生詰めねえんだわ。あー、ずっと座れる。急所！ 12 倍だ。かわいそうなヨーギラス。来たぞ！来ましたよ！
噛みつくからの、あー、どうしてなんだ、せっかくひるんだのにな。この時点で勝ち目薄い、宿り当たったらもう無理だと思うんだよな正直。いや、まだ先生の爪があるから俺には。なんかヨーギラス好きなんだけどな、嫌いになってきたな結構。弱いな、最終進化が強いポケモンってなんか弱いな最初。言うこと聞かねえしな、クソガキが。あーあーあー、いやー、ちょっとアニメーション飛ばしますね、そろそろ限界だ、ストレスが。まあ、ここまでねレベル上げもしてきたという、はい、しばらくいいとこまで飛ばしますね。来たかも、やれ、あ、やー、えい、やー、ある、やれ、噛みつくでもいい、仕留めろ、あーあー、急所無理だな、どうしよう。来た、あー、来てない、なんでだよ、なんでだよ、どうしてなんだ、センス、クソ。そんなにむずいかな。来たぞ、来ただろう、朝廷の岩なだれ外してクソがって思ってたら来た急に。あー、沼九郎にしてる、勝てないって。何やってんだよ、俺。な、沼黒勝てないって。勝てない。これは勝てない。何のためにあいつを倒したんだ。いやー、これどうしよっかな。ああ。はい、ということで、何回聞きすんだよ。ライバルを沼黒にしてしまっていたので、してしまっていたので、これは無理だと。言うこと聞けばワンチャンあるかなって思って戻ってきました。でね、トレーナーがね、11レベルの腕力を使ってきて、ケタグリ2発耐えたので、あと岩なだれ意外と与えたから、8割ぐらい与えたかな。いけんじゃねえかなってことで。いや、でも17レベルか。いや、いける。おい、いけない。おい、いけない！いや、でも地球投げだ。ほら、どう？あ、半分いかないか。ひるめ、あー。ふぅ。こうなったらでも噛みつけばいいから。こっちだって。特殊技あるんだから。32。あー、いや、ある。ありそうじゃない？無理かな？いやー、でもこれこっちから倒さないと無理だね、ほんと。どうしよっかな。で、ワンリキはもうゴリゴリで倒して、ね、ナイス。あ、急所、ひるめ。あ、ひるんだ。嫌な音でもいい。いや、あり。あー、オッケー。変な技しろ。あ、ほら、あるって。やれ。あーは。あー、ビルドアップでもいいな。あえて、よし。よし、どうする、どれが正解だ、倒すか、あーあー、一番ねえわ、ビルドアップ、ふう。いや、でもありそうよねこれ、結構ひるみがあるから。もう3時間過ぎちゃってるよ、今連休明けじゃない、連休じゃない、いや真逆だわ、連勤明けなんだよな。ひるめ、あー、そんなもんか、そんなもんか、ちょっと思ってたのと違うな、噛みつくの威力が。いや、ひるめばあるぞ、全然。ビルドアップからの空手チョップは43ダメか。やっぱ本当に噛み合わないと無理だな、相手のアホ行動とね。
この嵐じゃなくて砂かき覚えてほしかったな。おい、来てるんじゃないのこれ。来てるんじゃないの。噛みつくでいい。あ、ふぅ。でも嫌な音からの、いや、なんだね。あー、いや、でもこれ砂嵐でのダメージで倒せるから、次のターンで。岩なだれでいける。はい。いや、もうレベル上げようかな、おとなしく。29まで。はい。何をしたでしょうか。もう十分やられてるので、もういっかなーって思って、もう、相席食堂を見ながらレベル上げてました。今こんな感じです。はい。4時間12分ね。疲れましたねー。こんなレベル上げしたの久しぶりだな。マジ誰以来だろう。4時間はなかなかいねえなー。初代でミニ竜やった時6時間ぐらいレベル上げたなーけど。うん。発兵もこんなことしたっけ。ちょっとレベル上げた気がしますが、はい、暴れる覚えたんで、もう勝てるでしょう。持ち物も、オッケー勝ったやれ、オッケー今まで何だったんだっていうスピードの勝利。はい。なんだっけ、何言おうと思ったんだっけ。暴れてるねー。俺の今もう感情的には暴れたい気持ちはあるんだけど、疲弊がすごいな。いやー、簡単に勝てるな。技って大事だな、ほんと。いや、ノーマル技をさ一つでもあれば、まあまだなんとかなったかな。いや、なんないか。言うこと聞かなかったもんね。まあ、何せ疲れました。4時間はちょっとすごいな。やっぱさ、最終進化が、強いやつが、ストーリー楽なわけじゃないんですよね。もし、タイトルだけ見て、これは余裕ってコメントした人は、慰めてください。頑張ったねってコメント書いてください。まあ今回はこの辺でもう終わりにします。次回ライバルからねやろうかな。うん、はい、そんな感じで色違いのヨギラスね、宝園のトレーナーに上等の宝園のトレーナーと上等のポケモン戦わせてみただっけ、タイトルも忘れましたが、よろしくお願いします。はい、そんな感じでいつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。